留守番電話が一件あります。最初のメッセージ。ああ、先生。また留守電ですね。おはようございます。東京本社の担当の鵜飼です。今日もいつもの喫茶店でお仕事されてるんですよね。実はですね、明日からお願いしたい生徒さんがいらっしゃるんですが、本当に急な話で本当にすみません。飛び込みの依頼なんです。かなり時間がないみたいで。ああ、ただ生徒さんはすごい人なんですよ。私もびっくりしちゃいました。生徒さんのお名前はアリソン・スノーさんと言います。もうお名前でお分かりかと思いますけど、海外の方です。しかもアメリカでは最近売り出し中の歌手、音楽アーティストさんらしいんですよ。依頼も普通の学生さん向けレッスンではなく、明日から1週間で日本語の勉強を中心に日本文化についても学びたいということです。たまにこういう変わった依頼もありますけど、先生は評判いいですから、どんなレッスン内容でも大丈夫でしょう。なんでもその勉強の頑張り次第でアーティストとしての今後の活動方針まで変わるかもということで。責任重大な依頼ですけど、私も精一杯サポートしますので、一緒に頑張っていきましょう。では今日の夜また電話しますので、詳しい話はその時にお話しさせてください。あと早速なんですけど、今日すぐにアリソンさんの方でお会いしたいそうなんです。先生、この後アリソンさんの滞在されているお家まで面談に行ってもらっていいですか？本当急な話ですみません。よろしくお願いします。では後ほど。メッセージは以上です。Disney, you're my teacher? I mean, あなたが私の先生ですか？来てくれてありがとうございます。私はアリソンと言います。先生は？OK、 聞いていると思いますが、テストで Get a good score じゃないと私アメリカに帰らなきゃ。日本語と日本文化のテストですので、先生が頼りです。
私を助けてください。あ、今日はここまでです。明日からよろしくお願いします。
生。今日から先生のレッスン受けますから、助け、頼りにします。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？とっても、私、ずっと来たかった。だから、今は毎日楽しいです。先生、レッスン終わる前にお願いがあります。アメリカのフレンドがホームステイしてるとこのピクチュー送ってって、あ、先生の電話で撮ってもらっていいですか？Really？ じゃあポーズしますから、かっこいいピクチュー撮ってください。ありがとうございます。あ、フレンドの感想が楽しみです。あ、先生はいい先生ですね。レッスン楽しかったです。私まだ日本のこと知りたいから、まだここにいたい。帰りたくない。レッスンは日曜日までだから短いけど、大丈夫、楽しみましょう。
Japanese shrine. Hanmano, hajimete mimashita. Koko de lesson. Very, very. Sugoku, tanoshimi desu. Ganbarimasu.それではちょっと休憩ですね。それでは先生、休憩は終わりましょう。今日もレッスンありがとうございました。それでは帰りましょうか。あ、突然すみません。先生の電話ですよね。アリスン・スノーです。ちょっと助けてほしいです。あ、今度ネイバーフードにイングリッシュ教えることになったんです。それでイングリッシュ勉強するツールを作りました。ですけど、一度試した方がいいと思って、先生、テストお願い、いいですか？ Thank you. すぐに用意しますから、来てください。お待ちしてます。来てくれてありがとうございます。 English lesson なので、ここからは English only です。 Read those questions and answer. All the answers are inside this house and garden. It tells the time. Yours is correct. It's a big, round, green fruit. Right. You use it to boil water. Excellent. Cool. Sensei, すごい。私も
うまくチーチングできてよかった。ありがとうございます、先生。今日のレッスンはとてもユニークですね。私、トライしてみます。Time this, ne? Hmm? Hmm? Sensei, dou shimashita ka?Friends. 友達の家族の家です。だから今は my friend's family と住んでます。お待たせしました。あ、歌を歌います。聞いてほしいです。先生は準備 OK?We miss our own face in the sea of thought like a mess. No praise or blame, yet we're sometimes trapped in a daze. With countless blisters, walking on uneven floor. We've got to go through before the despair shuts the door. I sing my song, my everlasting.That I'm lost. I just keep my eyes closed. Blown by the breeze, I find I'm on my feet. Here I am to live my time. Here I am to forge my life.
on. Arigato gozaimasu. Thank you for listening. Arigato gozaimashita. Kyou wa totemo totemo tanoshikatta desu. Ashita mo tanoshimi.先生、おはようございます。では、今日も一日、頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？私、アメリカではペンシルベニアに住んでます。自然が多くていいとこです。先生が来たら案内します。昨日ホストファミリーと昔話しました。友達は前にチアリーダーしていて、その時のユニフォームがあって。Just a minute. ちょっと待っててください。すぐ戻ってきます。お待たせしました。このコスチュームです。私が着ても似合ってますか？Thanks. ありがとうございます。それでは
今日は私が先生を応援したいと思います。いいですか？どうですか？元気出ましたか？That's great! 私も楽しかったです。先生、今日もありがとうございました。明日も同じ時間に待ってます。はい、先生。今日のレッスンは何ですか？
ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？ありがとうございます、先生。この庭の花がきれいで、面倒お世話するのも楽しいです。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。レッスン終わったあと、近所からワテ、スイカをいただきまして、なのでその、スイカ割りをやってみたくて、先生、一緒にやりませんか？ん？ありがとうございます。準備したのでお待ちしてます。それでは失礼します。先生、来てくれてありがとうございます。それでは、調べた通り、やってみます。目をつぶって、では、回ります。行きます。次は？わかりました。OK。この辺ですね。わあ、やりました、先生。すごく楽しかったです。付き合ってくれてありがとうございました。それでは一緒にスイカを食べましょう。先生、鵜飼です。先生、なんか昨日やましいことしてました。
って嘘ですよ。先方から昨日お庭でスイカ割りをしたというお話を伺ったので、つい電話しちゃいました。いいですね。今年はまだスイカを食べてないので、ちょっと羨ましくなっちゃいました。それでは引き続きレッスンの方よろしくお願いしますね。先生、おはようございます。では今日も一日頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？小さい頃から歌うの好きでした。今も好きがずっとあります。ギターもずっと。好きは一直線ですよ。先生、レッスン終わる前にお願いがあります。アメリカのフレンドがホームステイしてるとこのピクチュー送ってって。あ、先生の電話で撮ってもらって。日本のレッスン、私の知らないことばかり。先生、私もっといろんなレッスンやってみたいですね。楽しみにしてていいですか？
Good morning, this sensei. 今日もレッスン楽しみ。それでは、ちょっと休憩ですね。それでは、先生、休憩は終わりましょう。今日もレッスン。ありがとうございました。それでは帰りましょうか。あ、突然すみません。先生の電話ですよね。アリスン・スノーです。ちょっと助けて。来てくれてありがとうございます。イングリッシュレッスンなので。本社の鵜飼です。アリソンさんの結果が分かりましたのでお伝えします。平均点とのことでした。日本については学んだ甲斐はあったとのことで、エージェントさんもご納得されていました。それでは先生、この結果をアリソンさんに伝えに行ってあげてください。よろしくお願いしますね。先生、お待たせしました。テストの結果が分かったんですよね。どうでしたか？ああ、そうですか。 That was harder than I thought. 先生、今日までありがとうございました。日本にはもうちょっとしかいられないですけど、たくさん教えてもらえて嬉しかったです。それでは、またどこかで。Mm-hmm.
先生、お待たせしました。テストの結果が分かったんですよね。どうでしたか？嬉しいです。音楽以外で自信を持てたの初めてだから。先生、私頑張れましたか？私はいつかステージに戻ります。だからそれまでだけど、これからも夏が終わっても私は先生のレッスンが受けたいです。Really? Thank you.Please teach me everything that I don't know. Hi, Sensei. Alison です。電話で失礼します。今日はいい天気ですので、今から神社に行こうと思います。先生もよろしければ来てください。お待ちしてます。それでは失礼します。今日も気持ちのいい日。ステージから飛び出して日本に来たけど、こんなにいい日が遅れるなんて思ってなかった。先生に会えて本当に良かったです。先生、まだレッスン受けたいです。日本のことをもっと教えてください。 Thanks。 私たちのサムをもう少しだけ続けましょう。